東京五輪のお断り。オリンピックは災害だ。オリンピックは災害だ。オリンピックはお断り。オリンピックはお断り。昨年の仕事を今すぐやめよう。本当に死ぬぞ。今すぐやめよう。オリンピックはお断り。東京五輪はお断り。オリンピックに反対というか非常に違和感を持っている人はこの社会多いと思うんですけど、まだまだ公然と反対の声を上げる人は少ないので、私たちとしては一人でも多くの人が心の中に思っている違和感を表現できるような場を、作り出したいと思って、今日のデモを企画しました。まず暑くて嫌だっていうことについて一歩立ち止まって考えてもらいたいと思います。というのも私が小学生の時に経験した東京オリンピックは10月の10日開会式だったわけですね。秋で、スポーツの秋っていうふうに言われるように、日本ではやっぱ秋がスポーツに一番適した季節なわけですね。ところがなんでこの季節になってるかというと、アメリカのテレビ会社の、テレビ局の都合なんですね。このような季節に、開催を強要するようにもうできてるわけです。ここをまず直視してもらうしかない。だからオリンピックは諦めてくださいと、ね、灼熱地獄の中でもう死人が出てももう突撃するか、それともやめるかと、二者択一しかオリンピックに関してはない。IOC も JOC も各国際競技連盟も含めて、選手のことなんて考えてないんですよ。全く考えてない。もう小手先でね、例えば時間を早めるとか、そんなのもね、根本的に言うと選手たちは全くもう阻害されっぱなしですね。これほど人権蹂躙のね、選手の人権をね、無視したオリンピック、それはまさに実態ですよね、オリンピックの。つまりスポーツそのものをね、もうどっか行ってしまってるわけで、もうその原点は常に忘れないでチェックしていくっていう、そこからずっと見てってね、やっぱり異議申し立てをしていかなきゃいけないし、そう思ってますけどね。